はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。チョコレート争奪戦も第3回目になってきました。前回貢献度稼ぎの動画上げましたけども、だいたい1ステージで30個ぐらいチョコレートゲットしていましたが、コメント欄でいやいやもっといけるだろみたいなコメントがたくさんありました。なので今日はね、貢献度稼ぎチョコレート限界に挑戦していきたいと思います。さあ、まずは隠しステージ開放していきたいと思います。隠しステージ、今回の隠しステージ1はステージ19にてタラリンを使ってクリアすると開放できました。今回使っている妖怪紹介しておきます。ちょっとね、タラリンに似た妖怪を選んでみました。まずは KK ブラザーズ K コマ S デカプニ、そして K ジーロ S 回復ですね。それから USO、 こちら今レベル10の技レベル1で下から妖怪プニを消す不思議族ですね。そしてオリジン S ランク不気味族で今レベル10の技レベル1、隕石を呼び出して妖怪プニを消す。そして最後が主役のタラリンですね。 D ランク不気味族レベル10の技レベル2、鼻血が出るほどの力で中央の妖怪プニを消す威力29ポイント、こちらの5体で挑戦しました。おっと、言ったぜ、楽勝ですね。さあ、ワイマネーは107ワイマネー。さあ、チョコの方は12個ですね。120、貢献度120です。まあ、ここはね、隠しステージ開放なんで、開放できました。さあ、行ってみましょう。無茶ぶりっ子ですね。隠しステージ1、推奨レベル50です。さあ、それではここから本気の貢献度稼ぎいきたいと思います。今回使っている妖怪紹介しておきます。先ほどと同じく KK ブラザーズの S、 そして S ランクの激辛ボーイメリケン妖怪ですね。プリチー族で今レベル50の技レベル2デカプニを作り出す妖怪。そして無茶ぶりっ子 B ランクプリチー族で今レベル37の技レベルは3ですね。すごい無茶ぶりで横一直線に妖怪プニを消す威力34ポイント。そして今回チョコに対して特ダメージということで、チョコのね、この箱ボックスをね、壊しやすくなる、そんな特殊能力があります。そしてウラキュンタ A ランク、こちらポイント交換でゲットしました。プリティ族レベル40の技レベル2ですね。キュートなポーズで敵を懐かせる懐き度55ポイントということで、懐きスキルの妖怪です。こちらの5体で挑戦していきます。今回このチョコレートボックスが壊すのにデカプニ、このチョコレートボックスの近くでサイズ5以上のデカプニを消すとチョコレートボックスに対してダメージが与えられるということなんで、今回デカプニ妖怪 KK ブラザーズそして激辛ボーイ入れています。おっと、でっかいの落ちてきたね。やはり隠しステージは結構ね、たくさんこのチョコのボックス落ちてきますね。落ちてきやすい。今回この無茶ぶりっ子のステージ種族縛りがあるので、まあちょっとね、人によっては挑戦しにくいっていう人もいるかもしれませんが、まあ、結構ねこれ稼げるのでおすすめですね。そして運が良ければ無茶ぶりっ子も落とせます。無茶ぶりっ子はね、結構使える妖怪なんでね。 B ランク、今回のイベントではチョコに対して特ダメージで使えて、さらにまあイベントが終わってもね、 B ランクなのでそれなりには使えるんで。おっと、来たぜ、来ましたね、無茶ぶりっ子。まあ、B ランクなんでね、結構落ちやすいよね。そして今回裏キュンタが結構いい仕事をしてくれますね。夏希スキル、さすが A ランクの夏希スキルだけあっていいです。さあ、チョコの方は26個ですね。260、まあまあというとこでしょう。まあ前回もこれぐらいだったかな。
まあ無茶ぶりっこついてきたので、まあまあっていう感じですかね。技のレベルアップです。技レベル3まで今上がりましたね。さあそれでは敵が攻めてきたステージいきたいと思います。さあ敵が攻めてきたステージはね、こんな感じでカンペ出てきますよね。カンペちゃん。そして敵が攻めてきたステージに関してはボーナスがつくので、通常のステージでゲットするよりもその倍ぐらいね、貢献度が稼げるのでおすすめです。そして前回コメント欄で敵が攻めてきてない時はどうしたらいいのってありましたけど、僕がやった感じなんですけど、ボスのステージもしくは隠しステージ、もしくはその周辺のステージをね周回していると結構ね敵が攻めてきやすいような感じがしました。おっとなんだこれ、2つ重なってきたぞ。しかもでっかいの、こんなのあるのか。ダブルだよね、 14×2 みたいな。すげえな。もうあまりに落ちてきすぎて重なって、完全に重なってくるみたいなね。ちょっと気をつけないと、あまりにこうチョコレートボックスいっぱい落ちてくると、それが消化しきれなくてやられてしまうみたいなこともあるので注意ですね。結構しかもレベルの高いステージだとね、そういうことがあるんですよね。なので今 KK ブラザーズでね、1体デカップに1体回復なので、まあ、回復もしながら行くとね、まあ失敗が少ないじゃないかと思います。そして今回夏木スキルの裏キュンタも入れているので、できればこのカンペちゃんも落としたい。そしてチョコレートボックスが今回かなり大量に降ってきたので、これね結構稼げるんじゃないかっていうね気はしますね。そしてボーナスもつきますからね。たくさんあまりに落ちてくるので、なかなか消化するのが難しいですね。デカプニをうまく使いながら、そしてこのチョコレートボックスうまくね倒していきたいと思います。さあ後半全然落ちてきませんね。前半あまりにたくさん落ちてきすぎて、後半はもう打ち止めみたいな感じですかね。どうなんでしょうね、1回のステージで最大落ちてくる量が決まってるんですかね。後半全然落ちてこないよね。どうなんだろうね、感覚的には30、40ぐらいでもう打ち止めみたいな感じなんですかね。ちょっと分かりませんけども。おっとここは落ちずです。さあ気になるチョコの数は44+1、45いきましたね。450、そしてボーナスもついて750いきました。これはね結構稼げたんじゃないかと思います。さあそれではもう一回カンペちゃん、ちょっと今回発想を変えて、さっきみたいに回復妖怪を入れて長い時間かけてね、まあ長いって言ってもそんな2分3分の話ですけども、あの貢献度を稼ぐのではなくて、まあ、単体攻撃のヌラリシン入れて、結構その早く倒して、その代わり早く回すというかね、挑戦するというスタイルだとどうなのか、そのあたり見ていきましょうかね。もっと強力だよねヌラリシン。 HP が 60% 以上で得ダメージなので、まあ2発ぐらいでね、まあ結構強い妖怪ですけども倒せるんじゃないかと思います。フィーバータイム入りました。ちょっとあまりねチョコレートボックスの方は壊せていませんけども、おっとまたでかいの来たね。フィーバータイムででも倒せちゃうかな。なんとかこのでっかいプレゼントボックス壊したい感じしますけども、おっとヌラリが膨らんだね。どうだ、おっとまさかの落ちましたね。まあこれはこれでラッキーだよね。特に鉱物とか夏木スキルなしで落ちました。チョコの方は5個ですね。貢献度は50ポイントゲットです。さあ皆さんはどこのステージでどんな妖怪で貢献度稼ぎやっていますでしょうか。またそのあたりコメント欄で教えてください。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、
最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。